況。今日も楽しくゲーム実況、プレイは大胆かつ慎重。プリーズサブスクライブランデブーミヒトチャンネル。はいどうも皆さんこんにちは、こんばんは、ミヒトです。今回はリネレボやっていきたいと思います。今回はこちらでございます。ペットのご紹介でございます。ペットっていうのはですね、乗ることができるペットでございまして、確かレベル 61?40 かな、そこら辺からね、解除できるんですけども、ブラックベア、シャイニーレディ、ククリ、魔法のほうきと、今日本のリネレボは4種類ありまして、最初ブラックベアが仲間になりますね。これです、ブラックベア。ブラックベアはね、移動速度、もちろんペットだから乗ることによって少し速くなるんですけども、シャイニーレディやね、ククリンよりはちょっと遅いです。ただその代わりちょっとステータスのね、上がりっていうか、物理攻撃力、魔法攻撃力、最大 MP などね、ステータスの上昇値はなかなか高い方です。シャイニーレディがね、確かレベル80からなんですけども、シャイニーレディよりね、ブラックベアの方がね、まだステータスが高いってことがあるんで、なかなか序盤というか終盤でも普通にブラックベアでもいいんじゃないかなって思いますね。で次、シャイニーレディなんですけども、移動速度がね、ブラックベアよりも速いです。その代わりちょっと攻撃力とかステータス上昇値がちょっと小さいかなとは思いますが、まあここら辺をレベル上げればブラックベアよりも強いことになるとは思います。確かレベル80で召喚石ダンジョンで召喚石を手に入れないとダメだったかな、確かシャイニーレディの召喚石をね。で、最近というか先月かな、追加されたククリンですね。なんでしょうかね、この ラクダ、ダチョウ、なんかモンハンのガーグアってやつに似てるような気もしますけどね。こいつめちゃくちゃ足速いです。移動速度の700あってめちゃくちゃ足速いです。でちょっとステータスがどれくらいかっていうのはちょっとわかんないんですけども、まあ結構上がってる方じゃないかなと思います。つうかね、本当に足速いんですよこいつ。おすすめですよこいつもね。召喚石でかけらを集めて召喚石を作りつつ、確かレベルが100以上だったかなまで上げないとダメですけど、おすすめです。なんかかっこいいしね。で魔法のほうきなんですけど、これ課金ですね。キャラクターレベル50からね、できるっていうか乗ることができて、移動速度もねククリンより速いんですけども、こいつは確か1万くらい課金しないと手に入らないペットでして、多分もう今売ってないんじゃないかな。ハロウィンのイベントの時のねやつなんで、おそらく売ってないと思います。ちょっとショップ見に行ってみましょうか。パックっていいのかな、パックってところにないですね。おそらく期間限定だったんで多分買えないですね、もうね。ただね、1万円課金させるだけのね、価値はあったかもしれませんな。戦闘力がガツンと上がったんで、確か1万くらい上がったのかな、装備するだけで。だからね、かなり強いやつでございます。でね、ペットもね、一応レベルっていうのがありまして、この育成経験石、経験石で、レベルを上げることができます。こういう感じです。まあビビたるものですけど、これがね、塵も積もれば山となっていくわけですよ。ひたすらレベルを上げていけばどんどんステータスが上がっていくわけです。まあ育成石やね、その召喚石などのかけらはね、この曜日ダンジョンかな、召喚石ダンジョンの方で手に入ります。イージーで確かシャイニーレディとブラックベアかな、でノーマルで、ククリンもね、召喚石のかけらが手に入るようになります。まだハードは152レベルもないんでね、入れないんですけど、ノーマルで集めて今ククリンを乗っております。かわいいよこいつ、ほんとおすすめ、ほんとおすすめ。かわいいプラス早いからね、まあ、手どこにあるのって話なんですけどね。手どこにあるのかなーって感じですけど、いやーかわいいです、おすすめです。はい、ということで今回はですね、ペットとのご紹介ということで、紹介させていただきました。魔法のほうきはちょっとまあ多分
手に入るとしても来年だと思うんですけれども、ククリンおすすめです。皆様もぜひお試しください。ご視聴ありがとうございました。今回の動画は楽しんでいただけたでしょうか。コメント、高評価、チャンネル登録、リクエストの方お待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。